動画をご覧いただきありがとうございます。今回は1980年代当時もののデカ金消し株式会社丸越さんから発売されたシリーズの第9弾 I 型のガンマラーを塗装しました。劇場版に登場したユニークな造形の敵キャラクターの色塗りです。当時もの第9弾のデカ消しに封入されていたブックレットです。この段、劇場版第1作の敵キャラ宇宙プロレス連盟の面々です。名前のついていない超人も4体ありますね。まずは塗装前の状態です。細かな黒ずみ、汚れはありましたが塗装に影響あるレベルではありませんでした。事前準備としてこんな工程で塗装前の下処理をしていきます。煮沸して形を整え、表面のホコリや汚れを取る。ベンジンに漬け込み、過塗剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させてミスタースーパークリアー艶消しを吹き付けて塗装下地を作る。そして塗装です。色塗りの様子はダイジェストにまとめていますので見ていきましょう。最初のカラーはコントラストイアンデンイエロー。最近はフィギュア塗装でこのベース・シェイドの両方の機能を併せ持つコントラストカラーを下地に使うことが多くなりました。2色目はコントラストブラッドエンジェルレッド。3色目にグリフチャージャーグレイ、青っぽいコントラストの塗料です。下半身のパンツの部分と右手のガンに下地として塗りました。上塗りに入ります。上着の黄色はフラッシュギッツイエローです。明るい黄色です。レイヤー塗料で隠蔽力は弱いため先に塗った下地が効いています。デカ消しの中でも後発の第9弾、しかも劇場版の敵キャラのみで構成された若干レアなシリーズのデカ消しです。ナイトクエスターフレッシュ、先に赤を下地に塗った肌に上塗りしました。以前にザ・ホークマンの肌の色としても使ったカラーです。今回の塗装では色の境目や細かなところを面相筆で、少し大きめの箇所は思い切って模型用ブラシで、そしてさらに細部は先端を糊で固めた細筆を使って塗装していきました。ブーツは高温レッドを使いました。通常よりも濃い赤色です。目と歯に白、コラックスホワイト。パンツはザ・ファングを上塗りしました。薄暗い青のカラーです。少し色味を変えて、右手に持ったガンはナイトロードブルー。最後に墨入れ的にシェードカラーのナルンオイルを使いました。塗装後はソフト99コーポレーションのボディペンクリアを吹き付けて乾燥させ完成。これがトップコートになります。ガンマラーはオクトパスドラゴンの用心棒、右腕が銃になっている超人です。今回のカラーは劇場版キン肉マン第1作のパンフレットに掲載のカラーを参考にしました。塗装後がこちら。というわけで今回はデカ金消し第9弾からガンマラーの色塗りでした。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。